千葉子、僕、大民じゃなくて超民水だから。大物じゃなくて超物だよ。なんや、超物って。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかすごいな、めっちゃ鳥の鳴き声聞こえるんやけど。とりあえず何、ここから向こうに渡っていけばいいのか。待って。これあれよね。うん、A ね、OK。さあ行きましょうか。あ、チェック、チェック出たよ。え、チェック、あ、なるほど、それでそこにチェックマークがついていくんやね。じゃあそれを見つけたらとりあえずチェックしていけばいいと。ブナの木を発見した、イエーイ、よきよき。あとは大丈夫。さあ行く、行くぜー。じゃあこの辺の、うん、この辺なんかあるもの石やな、空っぽ島と。でも一応すべてチェックの対象になるんかな。すべてではないんか。何をチェックして何をチェックしないのか、なんかよくわからんな、めんどくせえ。ちょ待って、とりあえず水の中から出たい。この辺のものは、うおー敵。うおー敵。で鶏を連れ帰らんといかんのよね。あ、この辺のもの調べれるんじゃない？チェック。枯れた草、枯れた草原。ちょっとやめてよ。今チェック中なの見えない？これは？砂漠草。はん？何やってくれてんだ？これもじゃない？ほら、チェックチェック。違う違う。はい。やめてって、ぐるぐる草。これもや。は、ゼニゴケ。ちょ。ちょっと、喜びの声ぐらい上げさせてくれますかね。チェイク、苔むした大きいし、キャーあ、空腹で倒れそう、待って。トマト、トマト。ふぅ。あとはこの辺もかな。あ、違う。この辺違うね。この流木はも違う。あ、これはも違うのか。てか、鶏どこよ。あれ？こっちの島、あ、なんかあれだな。あ、なるほど。ここだけか、小さかったのは。こっち意外と、小さくないぞ。あ、なに？なんか植えられてるんだけど。ほら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 。なんか植わ、はなす？違う。ウリナス、ナスビー。ちょ、やめてやめてやめて、破壊しないで。ね、ナスビ発見した、ナスビ。ちょ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 。はい、チェック。大木のね。いやー、こ、怖いよー。はい、夜行草。ね、鶏は？に、鶏は？どの辺におった、行ったらおるんやろ。なかなか。鶏やーい。なんか、ちょいちょいナスビが植えられとんよね。ナスビ。え、おらんくね。え、おらんく、なにあれ、これもなんか多分、なにこれ、これこれ、え、これなに、お、桃、え、違う、なにこれ、桃柿、桃柿やった。桃柿って前も取ったことあるよね、多分。この辺のものもとりあえず持っていく。あ、でもあれか、種はゲットできんのよね。あれ？ゲットできない。こっちは？邪魔なんだけど。邪魔なんだけど。あれ？取れない。取れないよ。そして全然、鶏もおらんしさ。どこ？もっと奥？あれ何？アジサイやないんこれ。ほら。絶対そうやって。チェックチェック。あれ？チェック。チェック。え、できんくね。あれ？チェックができない。あ！ニワトリの声が聞こえた。ほら、アジサイ。見たことないものとかいっぱい持っていこうかな。よいしょ。待って。は。え、アジサイ持っていけないんだけど。なんてこったい。てか、食べ物、桃柿持っていきたいよね、やっぱ。は。ね、鶏の鳴き声どこから聞こえたの？
どこから聞こえたの？めっちゃニワトリの鳴き声聞こえたんだけど。なに？びっくり？やめてよ。君は敵？あ、そっか。もしあれがリリパットやとして、リリパットやとしても、モンゾーラじゃないけん敵なのか。はい、ブナの大木。めっちゃいろいろ発見しよりよ、私。良きかな、良きかな。あれは？はい、ブナの切り株。攻撃されそう。守って指導。私ちょっと、食料調達してるからさ。食料調達してるからさ。え、いないし、マジで。え、さっきの鳴き声どこから聞こえたの？狙われてる、狙われてる。アローインプか。リリパットじゃないわ。え、マジいないから。え？え？もう鳴き声すら聞こえてこないんだけど。どこですか？お！どこ？どこどこ？静かに動物がいるぞ。お？もしかして今の。いやー、なになに？どこどこどこ？動物を仲間にしよう。動物の後ろからエルを少し傾けてそーっと近づいていこう。A で撫でると懐いて仲間になる。ココアの時と一緒やね。で、どれ？いや、その説明は分かったんだけどさ。あ、これや！そっと近づく、そっと近づくよ。片言みたいになったけど。撫でる。似合ってる！手助けた！やったね！かわいい！ニワトリがついてくるようになった。イェーイ。ニワトリ発見。これはチェックできない？できないっぽいっすね。この辺の階層もできないの？なんてかこれスタート地点から結構近いんじゃね？そんなことない？そんなことないんすかね。建物的なものはないのか、ここには。まあ、とりあえず、帰ります。ニワトリもういないよね。一匹だけ？まあ、一匹だけ連れて帰ればいいって。寄ったけども。ほらほらほら。はい。じゃ、ナスビとかね。ウリナス、ウリナス。よきよき。めっちゃ取ってく。でも、ここはあれなんやね。こういうのが。でも、確実に栽培しとるやん。ほら。ちょ、空腹で倒れそうらしいわ。トマト、トマト。さあ、じゃあこれで帰りますか。船着き場。何ここ？上陸地点。あ、そこにも飛んでいけるんやね。なるほど。はい、ワープします。あれなの？ここには導きの玉とかはないの？お、一緒についてきてるね。オッケーオッケー、行こう。ちげえわ。素材島を訪れるたびに景色が変わる島でやす。荷物の置き忘れにご用心でやすよ。え、すごい！何それ？不思議のダンジョンみたいな感じ。へえ。さあ、皆さん、空っぽ島に帰るでやすか？帰りましょう。はい、帰ります。わかったでやす。それじゃあ島に帰るでやすよ。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。あ、これ船の上じゃないのか。なるほどね。何あれ、空っぽ島に動物を連れてくよ。なんか、多分2分の1ぐらいしか埋まってなかったけど。え、何？他にもあるの？でも1匹やったよね、とりあえず。ニワトリは緑の開拓地へ向かい出した。はっはっは、ポンペの奴が言ってやがった。ニワトリってやつ捕まえてこられたな。足は引き続き、あたりの海域を調べておくでやす。また別の島から連れてくれたことかな、他の動物。実はここから少し進んだ海に大きな島があるようでやして。そこんならもっとすごい素材があるでしょう。そして新しい仲間にも出会えそうでやす。あ、そっちは人がいるの？大きな島に新しい仲間か。素材島みたいな小さな島とは違うわけだ。はははは、楽しみだな、エイナ。その島が見つかったら新しい冒険だ。行けるようになったらお知らせしやす。楽しみ待っていてくださいやで、すくださいでやす。ん？何？おお、ここまで来た。結構遠くない？ここ。いや、もうそんな手振るほどの距離じゃないよ。あ、エイナ。ポンペのやつが迎えに来てる。ニワトリ見せて自慢してやろうぜ。ポンペ、ニワトリ連れてきたよ。アイナさん、素材島からニワトリを連れてきたんすね。なんとも愛くるしい鳥っす。ニワトリがいれば、きっと卵が取れるっす。
新しい料理も作れるはずっすよ。ところでアイナさん、船長さんと新しい島のこと話してたっすよね。ふんふん。実は俺、モンゾーラの近くに金属や鉱石っていうのが取れる島があるって聞いたことがあるっす。あ、そこかな、新しいとこ。昔はモンゾーラとも取引があったらしいんですけど、ハーゴン兄弟に交流が禁止されて。金属や鉱石っていうのは俺も見たことがないっす。いつかその島にも行けるといいっすね。なんかあれやね、武器とかいっぱい作れるようになりそう。あ、いやー、忘れたでやす。何？アイナさん、ポストの手紙が届いてたでやす。もう読まれたでやすか？こう見えてあっしはアイナさんのために連日海に出て奮闘してるでやす。あっしが箱の手紙を読んでほしいでやす。船長さんって島に馴染めなくて船に引きこもってるんだと思ってたっすけど、なんかいろいろやってるんですね。ひどい。アイナさん、せっかくっす。一度ポストを確認してからみんなのところに戻るっす。あれから増えたんかな？いや、ソフィーからしか来てないよ。大丈夫。さあ、それじゃあ、とりあえず戻りましょうか。緑の開拓地。あ、水の通り道出来上がっとる？もしや。はい、到着。アイナさん！ん？どこ？邪魔だった土砂が壊せました。とうとう干上がった池まで水の通り道を開通させましたよ。おー。ってことはまた水をまけばいいんかな、私は。水の通り道が完成した。さあ、こっちです。ルルさんのところに行きましょう。ルルルルルル。どこだい、ルルは。ん？こっちか？あ、あれは違うな、まだだな。あれ、森まだできてないの？どんだけだよ。はい。あゆな、指導。あなたたちが油を売ってる間に地面を壊して水を流せるようにしておいたわよ。とわっはっは、あゆな。ん？お、来た。ちょうどあたりの調査も終わった。この川をより壮大にする方法が分かったぞ。今作っておる川がいいところまでできたら、改めてその方法を教えよう。よーし、川作りもいよいよ大詰めですね。水を流して川を広げていきましょう。おー。森を作る条件みたいなのがなんかあるんかな？なんか森林団子を作るだけじゃダメみたいな。ちょ、待って。もうちょっと植えといてみる？じゃあこのあたり、森林団子。さあこれを、よっ。どの辺？こ。上側に置かんといかんのやね。ってことなので、このあたり？はっ！喧嘩った。ほっ！とりあえず置いた。どうだ？どういう基準で森なんやろ？別に木も何も生えてないんやけど。ね、全然生えてないんやけど。あ、でも森を作ろう。4になった。みみんやいな。何？できた？できたの？アイナが森林団子を置いてくれたおかげで、たくさんの森ができたよ。どこに？どのあたりが森？私にはわからない。キャハ、さすがミミズン。こんな森や緑が作れちゃうなんて、御水界の大物だよ、マジで。草原にしか見えない。あっこだけ色が違うの、すごい気になるな、川。私が置いたところよね。千葉子。僕、大水じゃなくて超水だから。大物じゃなくて超物だよ。なんや、超物って。とにかく、この空っぽ島にもついに森ができたわね。森ってさ、木々がなんか生い茂ってるところとかじゃないの？違うの？川の流れに沿って緑が広がって、めちゃめちゃ綺麗な感じじゃん。荒れ放題だった島がこんな風になるなんてな。偉いぞ、あいな、ミミズ。褒められて、お指導に。ミミミ、これぞ超ミミズの面目役所。僕、超ミミズからに超物だね。ちょっと何言ってるかわからない。やったね、アイナ。これで石板に書かれた草原作りと森作りは終わったみたいだよ。じゃあ、あとは川だけか。開拓レシピ森を作ろう達成。やったね。おお、来た来た、なんか。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったの、アイナ。あ、メダルが頭から出る？ふおー、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。おー、来た。
小さなメダルを手に入れた。ではさらばじゃ。それだけのために？どんだけ見たかったんだよ、小さなメダルが出るところ。ミミミン、荒れ放題だった空っぽ島についに緑の森を作れたね。ありがとうアイナ。この空っぽ島にもまたブランコを作ってくれると嬉しいな。マジか。僕餌があればいくらでも緑を作るよ。もっと大きな草原や森を作っていこう。アイナ、この島もモンゾーラの時みたいにまだまだ緑でいっぱいにしていこうね。もちろんそれはね、空っぽ島も全体的に緑にしていきたいよ。ミミン、アイナ、草原作りと森作りは終わったけど川作りがまだ残ってるみたいだよ。ルルやチャコに話を聞いて川作りもどんどん進めてね。オッケー、頑張ります。私やほい。ではアイナさん、開通した水の通り道に水を流して川の続きを作っていきましょう。水を流す場所はいつものように私たちが誘導します。私たちが立っているところに乾きの壺で水を流して川をつなげていってください。あー、来た来た来た、お待ちかねのこの踊り。よし、巻いていこうじゃないか。なんかスライム流されよるけど、わあいい感じですね。そしてここに水を巻いてほしいっすよ。ん、そこなんかめっちゃ段差あるよね。あるよね。あれ、負けてない？巻いたつもり。なんとも涼やかっす。オッケー。あ、段差ある、段差。期待しておるぞ。ちょ、まだ待ってよ。ここから広げていかないといけないんだから。アリが来たよ、アリが。そして、ぷかーっと流されている。この辺りに水を巻いて。わわわ！いや、まだ隅っこの方とか。やりましたね、アイナさん。アイナさんが水を流してくれたおかげで、また川を大きくできましたよ。水が気持ちいいの前に、ちょいと待っておくれ。さあ、この辺ね、きっちりきっちり水を広げていかないと、気になるからさ。オッケー、大丈夫？いや、大丈夫じゃないぞ。この辺もそうか。はい、流して満たしていく。空っぽ島に水場の景色を作ろう。ん、なんかまだできてないことがある？こんな感じで。お、これで隅々までできたかな。お、ポストの手紙が。すごいです、アイナさん。最初は小さかった川が、いつの間にか大きく長くなりましたよ。見てください。ん？おー、すごいな、なんか。ねえ、やばいね。え、長い！まるで最初からここにあったかのような。素晴らしい景色だわ。ところどころにある草がちょっと気になるけど。ああ、緑と水が相まって、なんて綺麗な景色なんでしょう。こんなすごい景色を俺たちみんなで作ったなんて、なんだか感動的っすね。喜ぶのはまだ早い。我が輩はさらにもう一声、この川を大きくしたい。マジで？まだ？どういうこと？あいな、さらに川を大きくしていくために、我が輩の調査が役に立つ時が来た。全く大げさなんだから、もったいつけないで早くしなさい。冷たい。では最初の高台の近くまで戻るのだ。アイナは我が輩についてくるがよい。はい、ついていきます。さあ行くのだ。早く行ってくれる？え、そっち？でも、あ、はいはい、来てます来てます。はい、こっちです。大丈夫よ、全然。ルル、どこから来た？あ、ここ？あ、こっち側にもってことか。見よ、アイナ、我が輩の調査によればここにもかつて川が流れていたようだな。ここに水を流せば先ほどの池につながるだろう。そして2本の川が合流すればとてつもない川ができるだろう。この地に作るべき川はそれにて完成と言える。うん、なるほど。じゃあまたここに水を流していけばいいと。ではいいな、まずはここから下に向かって水を流し、もう一つの川を作るとしよう。さあ、今までと同じく我が輩たちが誘導するゆえ、まずは乾きの壺で水を流してくれ。水をうまくつなげてゆき、川ができれば我が輩が声をかけるぞ。オッケー、どこどこ？あ、ドルトンも踊るの、それ。チャコだけかと思ったら。何？新たなレシピをひらめいた、このタイミング？石塔の噴水、てっぺんから水が流れてる置物、水の中に置いて使う。へえ、すごーい。いいね、いいね。まださ、これ、こっち側とか、気になるけど。これでいいんかな。オッケー？あ、ここもなんか気になる。
あ、救い取ってしまった。救い取ってしまったよ。これで行き渡ったかな？よしよし、オッケー。さあ次は、あちゃこがあそこで踊ってる。はい、そこもちゃんとしますね。かわいい。やっぱりチャコの踊りかわいい。ここに水を撒いてほしいっすよ。はい。撒きまーす。なんとも涼やかす。そして次はまたルールのところまで。はい、撒きに行くね。この辺？あ、この辺りがちょっと。ぬおー！なになになに？あ、繋がったの？もう。あ、ここ最後？ふんふん。ここまで水を撒ければよいだろう。よくやってくれただいな。でもこれは？ちょっと待って。これが何かはよくわからないけど、ちょっと待ってね。はい、こんな感じで、水を入れていきまして。こう、水を。なんか水の段差ができとるな。ねえ、めっちゃ段差できとるね。こうやったら上に広がるんかな。いや、そんなことないぞ。この橋が気になる。はい、オッケー、埋まった。で、何？あいな、おかげでここまで水を引けた。素晴らしい壺さばきだったぞ。でも、ん？目の前に土の壁があるわ。これじゃあ下の川と繋げられないわよ。お？顔がバグってる、顔が。ドワッハッハ、あゆな。我が輩の調査では、この土の壁の先に水を流すと、先ほど作った川に繋がるはずなのだ。それじゃあ土砂と同じように、この土の壁を壊せばいいんですね。それはそうなのだが、土の壁は土砂のようにはいかん。水が通るトンネルにしなければならんのだ。それに、土の中から怪しげな音がしてな。我が輩の直感が危険を告げておるのよ。危険ね。そんな時はあいつに頼めばいいわ。指導？指導！指導！指導ったら！あ、来た来た来た。なんだよ、ルル、呼んだか？もし危険なことが起きたら、指導を何とかしてもらいましょう。アイナはトンネル掘りをお願いね。ドワッハッハ、良い考えだ。頼んだぞ、アイナ、指導。みんなは何もしないの？では、早速目の前に土の壁を壊すのだ。そして、高台の下まで水をつなげてくれ。ふんふん、洞窟を掘り抜いてくれ。オッケー？じゃ、これで、あ、ちょっと、早速危険なこと来たよ。危険なこと来たよ。よいしょ、よいしょ。ちょっと、指導。指導。見えてます？じゃ、私、トマト食べたいけんさ、よし。え、どうなんやろ。とりあえず、え、とりあえず何、何もう、これは何、何土の壁の中に水が溜まっていたのだな。これが怪しげな物音の正体だったのか。正体が水と分かれば安心だ。あとはひたすら土を掘ってトンネルを作り、水を下まで繋げていこうぞ。この範囲だけでいいんかな。ほれほれ。え、めっちゃなんか後ろから煽られるんやけど。で、これを繋げていくと、ウミウシが現れた。超、え？なんだこいつら、急に出てきやがって。ひょっとして、これが本当の怪しげな物音の正体か。よりによってこんな狭い場所にうじゃうじゃと。あゆな、ドルトン。さっさと片付けてトンネルの続きを掘るぞ。いや、片付けて、私掘ってるわ。私掘ってるんで、片付けていただいてもよろしいでしょうか。おー、ありがとう。こんな狭い範囲におったよね、やば。この土壁をぶっ壊して、とっとと水を流そうぜ。お前なら簡単だろ。いや、破壊活動なら君も得意でしょうよ。何私だけにやらしてんだ。ほら、また水のある空間。お、あとちょっとで、あ、これいけたんじゃない？ほら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 。外が見えてきたよ。うわ、出れない。まだこれが。オッケー、いけた。いいね。どうしよう、高台から水が流れ出したっすよ。みんなそこにいたの？さあ、これでオッケーでしょう。ほらほらほら。イエーイ。みんなどうやってそこに上がったの？ねえ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 。上がれんやないかーい。空腹で倒れそう。ちょっと待って。
桃がき、ね、アリが来てるよ、アリが。ほ、ついにトンネルから水が溢れ出し、先ほど作った川と合流したようだな。我が輩も近くで見たい。さあ、下にいるポンペたちのところに行こう。ポンペたちどうやってここに上がった？びっくりなんやけど。最高の眺めっすよ。とりあえず、よいしょ。はい。これで最初のポンペリバーと今水を足したドルトン川が合流して、大ポンペリバーになったっすね。ドルトン吸収されてもうポンペしか残ってないやん。いずれにしてもこれで立派な川になったわ。すごいじゃない、あゆな。ん？この気配は。あっちだ。何？モンスター？モンスターの集団？キャー、カニよ、カニの化け物よ。化け物、ち、水につられて出てきやがったのか。あゆな、シド、あのカニたちを倒して、今日の夜はカニパーティーにしましょう。強っ。魔物の群れが現れた。よっしゃ、やっていきますか。へい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 。アリまで。アリまで。へい。やったね、カニの爪大量。イェーイ。いい感じだわ。ちょ、マジ、アリ邪魔。アリマジで邪魔。何？紛れ込んでんの。はっ。後ろがガラ空きだぜ。はい、やめてください。来ないで。お、もういけるね。イェーイ。魔物の群れを倒した。やったー。アイナさん、シドウさん。ほいほい。ありがとうございます。カニの化け物を倒してくれたんですね。ふう。突然カニがカーニバルとか、ほんと堪忍してほしいっすよ。何言ってんの？いや、別にカニとかけたわけじゃないっすよ。そういえば、アイアンアントさんやウミウシさんたちもいたみたいですし、島には野生の魔物も住んでるんですね。うん。あやつらはハーゴン教団の魔物ではないが、今後は注意しなければなるまいな。あ、ハーゴン教団ではないの？それにしても指導よ。お主がいてくれて助かった。物は作れなくても、やはり頼れるやつよ。モンスターは全員ハーゴン教団なんかと思っとった。違うんや。なんだよ、ヒゲ。改まって気持ち悪いな。さあさあ、皆さん。そんなことより早速、完成した川を見てみましょう。おー、これは、すごいです。めっちゃすごい、やばー。これを私たちが作ったのか、やばいね。ほんと普通に風景、やね。おー。こんな景色を溝の枯れた空っぽ島に作っちゃうなんて、やっぱりアイナさんってすごいです。我が輩に調査と誘導も完璧だったな。なんと素晴らしい。なんと凄まじい。最初はうさんくさい雰囲気だけのヒゲだと思ってたけど、まあまあだったわ、ドルトン。お、認められた。これで緑の開拓地が潤いました。この場所にみんなの家や畑を作っていきます。でもなんかね、あれ段差だらけだよね。ありがとう、アイナ。さすがルル王国の専属ビルダーだわ。これで石板の川作りもおしまいね。お、ほんとや、石板のこと全部終わった。お、なに？新たなレシピ。やっほー。浮き輪、水にぷかぷか浮かう。ん？ぷかぷか浮く浮き輪。めっちゃ遊ぶ気満々やん、この川で。はい、開拓レシピ、川を作ろう、達成。おお、来た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 。開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのはいいな。おお、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。来たー。小さなメダルを手に入れた。ではさらばじゃ。最後もそれだけ？どういうこと？お、鶏も集合してきてる。やっぱ仲間やけん。川に草原に森。アイナがひらめいた3つの開拓レシピや、これで全部完成したわね。何？あら、どうしたのよ、シド。何か不満でもあるの？いや、もちろんそんなものはない。ただ、不思議なんだ。俺の中で何かが。何？壊したい衝動？大丈夫っすか？ひょっとして物を作れないコンプレックス的な何かっすか？とにかくアイナさん、改めてすごいものづくりでした。景色ごと作っちゃうなんて驚きです。アイナさんは地図を見られますよね。地図で上から見れば景色ごと作ったことがよくわかるはずですよ。物だけではなく、世界まで自らの手で作る。ビルダーとは本当にすごいものだな。我が輩もお主の父として、兄として、母として、鼻が高いぞ。でも不思議。
こんなにすごいものを作ったのに、まだまだ作りたくなってくるね。それはそうだけど、ずっと草原や木ばっかり作ってるわけにもいかないわ。そうっすよ。そろそろ新しい素材や仲間を集めるために、次なる大きな島に行くべき時かもっすね。まあひとまず、川も草原も森も全部作り終わったのよ。石板を調べに行ってみましょう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。多分さ、そろそろあの指導の中の破壊神の心みたいなのがちょっとムクムクと復活しかけようんじゃないかなっていうね、危険性やばいな。